1873年頃に、アルベルト・エーデルフェルトによって描かれたアレクシス・キビ。アレクシス・キビは、フィンランド、ヌルミア・ルビ・パロヨキ出身の小説家、劇作家。38歳で溶接し、文学活動は1860年代から10年と、短い期間であった。しかし、シンドマン主義、自然主義、写実主義をフィンランドにおいて先取りした作風で、 フィンランド国民文学の父と称された。主張は七人兄弟である。キビは洋服仕立て屋の子供として生まれるものの、生涯貧困と病気で苦しんだ。独学で大学に入学し、スペインの作家ミゲルデセルバンテスや古代ギリシアの吟遊詩人、ホメーロス、イタリアの作家ダンテ・アリギエリ、イギリスの劇作家、詩人のウィリアム・シェイクスピアらの影響を受けた。 在学中の1860年に表した戯曲、クレルボは、フィンランドの民族女子,子カレ彼ラに登場する英雄クレルボの兄弟相関による悲劇を描いたもので、フィンランド文学協会賞を受賞した。その他の戯曲には、1864年に表された喜劇、カンソンロクツヤや1866年に表された婚約、1869年に聖書をもとにした。 レアがある。しかし、行き過ぎたリアリズムと非難され、辛労やアルコール中毒による、精神障害が原因で38歳で、トゥースラにて溶接した。伝説によると、彼の最後の言葉は、私は生きているでした。ぬるみやるびのアレクシスキビの像、高津春重手塚富夫、西脇純三郎、久松千日、万有百科大辞典一文学、愛が哲夫、小学館、 日本大百科全書、初版、168ページ。キビ谷ア風百科辞典、日本大百科全書、2012年10月30日、閲覧。ミトキビサノイクエリーズさんありがとうございます。